よいか。よいか。ダメだ。でも大丈夫なの、ストック。大丈夫だ、任せろ。ガフカから学んだ通りだ。今なら気の動きが読める。負けられない。てい。えい。はっ。それはよかったな。さあ、約束だ。例の女の情報をくれ。エルーカ、ストック、それにアトちゃん、怪我はないか。はい、あなた方の方こそ大丈夫でしたか。俺たちなら心配ない。それよりあと少しの辛抱だ。ここを出してもらえるようガーランドに掛け合ってみる。ありがとう、ストック。レイニー、それにマルコ、無事だったのか。今のがなければね。ごめん、レイニー。お前たち、今までどこにいたんだ。スカラっていう砂漠街だよ。そこの知らないおじさんの家で目が覚めたんだ。でもそのおじさん、
レイニーに変なことしようとしてさ。それでレイニーがおじさんを殴り倒して出てきたんだ。その後ストックたちを探して情報を集めてたら、凄腕の赤い剣闘士がシグナスにいるって話は商人から聞いたので、ここに来たってわけ。そうだったのか。とにかく無事で何よりだ。しかしよくここに入れたな。外にいた門番はどうした？門番？そんなのいなかったけど。ストック、なんだかおかしいの。ああ、どういうことだ。騒ぐんじゃねえ。雲だろうがなんだろうが、要するにな、やっちまえばいいんだよ。仕事の時間だ。お前ら全員ついてこい。はっ。の兵隊もいないし、この隙に逃げちゃおうか。マル、あんたね。ダメだ。ここで逃げたら町は壊滅する。あのヘルスパイダーに今立ち向かえるのは俺たちしかいない。ストック？ほんとストックらしいよ。いいさ、私たちでこの町を守ろうよ。もう知らないよ僕。だがその前にエルーカだ。そっか、あんなところに閉じ込められてちゃ逃げるに逃げらんない。急いで連れ出そう。エルカ、みなさん、状況が変わった。今ここを開ける。ですがガーランド王の了解は。悪いが事後報告だ。一体何があったのですか？町に巨大なモンスターが迫っている。ここにいたら危険だ。とりあえず一緒に来い。ストック、そのモンスターと戦う気ですか？当然だ。だがここに被害が出るかもしれない。だからあんたはどこかに。いいえ、私も戦います。エルーカ、わかった。力を貸してくれ。ヘルスパイダーがいる。よし、行くぞ。行くよ。これで行けるよ。はっ。
町に向かっただと？申し訳ありません。やかましい！ごちゃごちゃ言ってるんじゃねえ。町に戻るぞ。なんとか片付いたね。死ぬかと思ったよ。ありがとう、ストック。うん、どうしてお前が礼を言うんだ？ちょっとね、この町は私にとってとても大事な町なんだ。また今度話すね。あれ？はっ。今町に入ってきたのってシグナスの兵士じゃないかな。まずいよ、ストック。王女様を連れ出したのがバレちゃうよ。いや、ちょうどいい。ガーランドに話そう。大丈夫なの？また牢屋に入れられちゃったり。この町を守ったことで話し合いの材料もできた。俺に任せろ。分かったよ。そこまで言うのなら私は黙って見てる。いざとなったら手を貸すよ。ああ。この町に来たヘルスパイダーをやったのはお前なのか？エレスト。ああ。おい、ヘルスパイダーが侵入すればあそこでは逃げ場がない。だから連れ出した。なるほど。どちらかといえば保護してくれたってとこだな。それでガーランド、彼女について相談がある。うん？なんだ？そいつはヘッジが俺の召使いにと連れてきたらしいんだが、もしかして気に入ったのか？いや、そうじゃない。彼女は俺の仲間だ。ガーランド、あんたを男と見込んで話したいことがある。ほう、そこまで言われちゃ聞かないわけにはいかないな。砂漠の民は客人をないがしろにしない。お前の仲間というなら
その女も俺の客人だ。ありがとう、ガーランド。実は彼女は。ほう。ヘッジ。なんだと？あのグランオルグのエルカ王女か。あんたには悪いが、エルーカは絶対に渡さない。なんだと？うるせえ、黙れヘッジ。お前には前も言ったよな、砂漠の民の流儀を踏みにじるなと。エルンストは俺が認めた男だ。その仲間といえば俺の仲間も当然だろうが。ですが。お前のやり方はグランオルグなら通用するだろうよ。だがな、シグナスをなめるんじゃねえ。本当に虫図が走るぜ。失せろ。二度とその面見せるな。え、聞こえなかったか。え、エルンスト、俺はつくづくお前のことが気に入った。俺に代わりヘルスパイダーを仕留めてくれたこと感謝するぞ。そして決めたぜ、ディアスの接待なんぞやめだやめだ。エルーカ王女といるってことは、お前はそっち側の勢力ってことだろう。だったら俺はディアスじゃなくお前ら側につく。政治的なしがらみがあったから、一応ディアスとは会談することになってたが、もともとあいつはお高く止まってて、俺たちを傭兵風情と見るようないけつかない野郎だったんだ。まあこれはあいつ個人に限らず、グランオルグ現政権に対して言えることでもある。だがエルーカ王女、あんたがいるなら話は変わる。俺たちはグランオルグに対してご機嫌取り以外の道を選べる。その道とは？あんたと一緒になって今のグランオルグに吠え面かかせるって道さ。どうだエルーカ王女。私もレジスタンスと活動を共にする身、異論はありません。利害を共有する者として一緒に戦っていければと。よし、同盟成立だな。ストックもそれでよろしいですよね。ああ、なるほど、本当の名はストックというのか。ではストック、改めてよろしくといこう。よろしく、ガーランド。さて、これから面白くなりそうだぜ。新たな友情を祝して、今宵は宴だ。戻ってきましたね、ストック。彼女を守ることができて私も安心しています。でも危険はまだつきまとっています。彼女をめぐる新たな争いが近づいています。どうか気をつけて。さあ、白紙ロックに新しい章を加えましょう。念のためこれまでの行動を記録しておくかい。
ああ、俺に言おうか。うん。ああ、わかった。後で顔を出す。町が無事でよかった。大事な町だとそう言ってた。ずっと昔ここに住んでたんだ。マルと出会う前だよ。ここって傭兵が多いでしょ。ほとんどは滅んだ町から流れてきた連中なんだ。滅んだ？アリステルとグランオルグとの戦闘に巻き込まれた町だよ。どっちの国も住民のことなんかお構いなしで戦ってくれてさ。住む場所を失った人はほとんどが中立国であるこのシグナスに流れたんだ。私もその一人。お父さんとお母さんは戦闘の時に私をかばって死んじゃった。大人たちに混じっていろんなところを流れたよ。どこに行っても厄介者だったな。でもこの町は違った。すぐに受け入れてくれたんだ。みんなが同じ境遇だったからか。そうだろうね。みんなが仲間だった。流れ者の町なんて言うと聞こえが悪いけど、多くの人たちがこの町に流れ着いて初めて救われたんだと思う。安住の地とか第二の故郷とか、きっとそんな感じなんだよ。だからさ、ストック、あんたがこの町を守るって言ってくれた時本当に嬉しかったんだ。ありがとう。なんだろう、締めっぽくなっちゃったね。ストックも面と向かってお礼なんか言われても困っちゃうでしょ。あんたそういうの苦手そうだからさ。さあ、昔話はもうおしまい。早くガーランド王のところに行かないとね。何かを守るか。ストック、俺に話があるそうだな。ああ、ディアスの件でな。ディアスとの会談はやめたんじゃないのか。いや、やっぱり奴と会うことにしたぜ。どういうつもりだ。そう身構えるな。話は最後まで聞け。俺は奴に愛はするが、だからといってあったかく迎えるつもりはない。何か計画があるようだな。やつは先頃のレジスタンス制圧作戦で成果を上げられなかった。つまり功を焦ったままにこちらに向かってくるわけだ。となればやつの出方は想像がつく。平和的な会見と言いつつの武力行使、護衛と偽り襟抜きの部隊を連れてやつはこのシグナスを直接奪いに来るはずだ。そんな奴らを町に引き入れるのは危険すぎる。会うと言ってみたり
町に入れないと言ってみたり、結局はどうするつもりだ。会見場所をな、イトリア荒野の北部に変えたんだ。ここから遠いな。シグナスを危険にさらさないためか。それにここにはエルーカもいるからな。グランウォルグの連中を近づけるのは得策じゃない。さらにもう一つ、会見場所をイトリア荒野の北部に変えた理由がある。竜巻だ。竜巻？会見場所に指定したイトリア荒野の北部は竜巻の通り道なんだ。そして近々竜巻が発生する。よくわかるな。これは戦略情報だから詳しいことは説明できないが、前触れってやつがあるのさ。話を戻すが、この竜巻に乗じてディアスのやつを撃つ。話はわかった。それで俺を呼んだ理由は何だ？俺がここを開けている間、シグナスの守りを頼みたい。戦のヘルスパイダーの件もあって、お前は町の連中の信頼も厚い。それに腕も確かだ。頼まれちゃくれないか？返事をする前に一つ確かめておきたい。あんたは今ディアスを倒そうと息巻いているわけだが、だったらどうして最初は奴をもてなすつもりでいたんだ？なるほど、俺の行動に裏がないか疑ってるわけか。いいだろう。何、答えは簡単だ。政治ってのはそれだけ面倒なんだよ。こちらも後ろ盾を得られると都合のいいことが多かったのさ。たとえその相手がグランオルグでもだ。これで納得できたか？ああ。それじゃあ今度はストックが俺の質問に答える番だ。この町の守りを頼まれちゃくれないか？悪いが、この町の守りはできない。何？俺がこうして頼んでもか？話は最後まで聞けだろ。シグナスのためにも王を危険にさらすべきではない。あんたはギリギリまでこのシグナスにいてくれ。俺たちが会見場所まで先行する。な、危険を買って出るというのか？どうやらそういう性分らしい。ストッケー、ますます気に入ったぜ。よし、早速出撃の準備をしてくれ。遅い、遅すぎるぞ。向こうは一体何をしている？ガーランの目、直前になって会見場所を変えたばかりか。このような場所で客人を待たせるとは。王といえども所詮は礼節を知らぬ傭兵上がりの男か。フッ。何者だ？私に何の用だ？貴様、何を言っておるのだ？
さて。ほう、なかなか壮大な夢ではないか。いやいや、言ってみろ。いやいや、いいだろう。これでどうだ。おふんね。はあ、いいだろう。貴様の言い値を出す。それで情報とは何だ。おふんね。エルーカと言ったか。今までは王女のお戯れと鷹をくくっていたが、さて、だが、まさかエルーカ王女を戦場に連れ出しはすまい。となるとシグナスに残すか。なるほど、階段をこんな場所にしたのはエルーカ王女の身を案じてか。その可能性も高い。よし、シグナスを見張らせ、すぐに対応を取れるようにしよう。さて、そうだったな。おい、この者に報酬を。気にするな。もし私が王になったならば、絶対に許さぬ者がいる。なんだかわかるか。貴様のようなネズミだ。シグナスに兵を送れ。ガーランドの動向を見張らせるのだ。ガーランドさえいなくなれば、シグナスなどすぐに潰せる。旧兵、例のものを用意せよ。ディアス騎士団の恐ろしさを砂漠の民に思い知らせるのだ。おい、なんだ、珍しく弱気じゃないか、リッキー。平原には平原、砂漠には砂漠の戦い方があるように、荒野にも荒野の戦い方がある。確かに敵の数は多い。だがこちらには地の利という強い味方がいる。でも今回はそれだけじゃない。もうすぐ竜巻が来る。しかも会見場所はその竜巻の通り道だ。自然の力を味方につけるのですね。人間相手ならばいくらでも戦いようがあります。ですが自然の力には抗いようがありませんね。そういうことだ。まあ相手はグランオルグの将兵だ。楽な戦いにはならないだろうが、どの道やらなきゃならんのだ。今さらガタガタ言うな。覚悟を決めろ。おう。ストックと話した通り、
俺たち本隊は連中を油断させるためギリギリまでシグナスにいる。ストックたちは焦った敵の本隊が会見場所から動かないようにプレッシャーをかけてくれ。分かった。本隊到着までにできるだけ敵を減らしておこう。エルカ、お前はシグナスで待機だ。何を言うのですか。私も戦います。敵はディアスだ。お前を奴に近づけるのは危険だ。私の心配をしてくれるのはありがたく思います。しかしそこまで弱くないと思います。だがそれに私がディアスたちに勝てば反乱軍の力を見せつけることになります。お母様を追い落とし国を取り戻すためには必要なことだと思います。諦めた方がいいよ、ストック。無理に断って勝手に戦場に来られたらそっちの方が面倒だ。だったら目が届くところにいてくれた方がいいよ。仕方ない。その代わり俺の指示には従ってもらうぞ。はい、ありがとうございます。話はまとまったようだな。エルカ王女を頼むぜ、ストック。俺も竜巻が起こる前にはここを出発するからな。そしたら一斉攻撃だ。ご武運を、ガーランド王。ああ、お前らもな。いよいよですね。相手はあのディアスです。手を打たずにやってくるとは思えません。確かにね。だけどこっちも会見に呼び出して攻撃を仕掛けるんだからお互い様だよね。それにシグナスには竜巻っていう味方もついてるし。そうですね、これは戦いですものね。ここはガーランド王の作戦と自分たちの力を信じましょう。それでやっぱり王女様も来るの？もちろん行きます。相手がディアスならばなおさら。逃げ隠れなどできません。あとも一緒に行くの。やっぱりそう来るのね。わかった。だが危険だと思ったらすぐに戻るんだ。わかりました。任せるの。あいつらどうしてこんなところに。会見場所は荒野の北側じゃなかったの？やっぱり最初から攻撃するつもりだったんだ。それにしたって手際が良すぎるよ。こちらの手の内が知られているな。知られてるってどういうこと？なんですか？わわわ、火の手が上がってるよ。あれってまさかシグナスの方角？なんてこと。ストック。ああ、シグナスに戻るぞ。シグナスの街が。見て、ストック、ガーランド王だよ。おう、おうおう。ガキが何だって。誰を殺すって。もう一度言ってみな。この腕輪は、はあ、軍師。
ヘッジのことかな。あの裏切り者、シグナスを撃ったんだね。ヤツはどうした。死体を漁るなんてディアス騎士団も落ちたもんだね。確かにこの細工はヘッジの腕輪と同じ。逃げろ。うせな、二度と来るんじゃないよ。大丈夫ですか、ガーランド。くそ、爪が甘かったようだ。俺も焼きが回ったぜ。これからどうするの。このざまじゃ一矢報いることも難しい。好みじゃないが、生き残りを連れて砂漠に身を隠す。俺も一国の主だ。暴れるよりも先に国民を守らないとな。そうだね。反撃はいつかすればいい。今はこの国を、みんなを守ってあげてよ。ああ、ストック、お前たちはどうするんだ。俺はやらなければならないことがある。わかった、何か考えがあるんだな。気をつけていけよ。大変なことになったね、ストック。まさかシグナスが直接狙われるなんて。こちらの計画が知られていた。だから先行した俺たちに目もくれず、シグナスを攻撃したんだ。それでどうするのですか。その前に一つ聞きたい。この腕輪を持っていたヘッジ、奴の行動や死は書を持つ者が関わっているのか。うん、そうだね。ここにも黒白録の気配は残っている。ならば簡単だ。ヘッジの内通を未然に防ぐ。それがいいね。その腕輪が役に立つはずだ。ヘッジの遺品か。彼の死の証明。これ以上に役割を果たすものはないでしょう。では気をつけてください、ストック。